はい、あ、はい、そろそろ時間ですのでバンド紹介をよろしくお願いします。フーライボートシさんです。ホンダシャドウ7班にギターを突き込んでさすらいの金融シーン風に聞かれ、フーライボー今日はどこへ行くということで、トシさん1号1号です。今日は1号が来てますよ。じゃあよろしくお願いします。皆さんこんにちは、フーライボートシです。よろしくお願いします。あの日の空よという歌から入りました。この歌ご存知ですか？え、知ってる日本人はですね、知ってても入って知ってるって言わないのがちょっとね奥ゆかしいところなんですけど、今日は知ってる歌は一緒に歌ってくださいね。あの本当にたくさん歌いませんけどね。でオリジナル曲いきます。
ありがとうございます浜田さん、はい、ありがとうございます、はい、浜子の奥さん、はい、ねえ内緒の子、内緒の子、内緒の子本当ですね、今日、去年もこんな天気良かったんかな、はい、ねえ、本当気持ちがよろしい、来てるかなと。私、風来坊としと申します。今後ともご贔屓によろしくお願いします。では、風に吹かれてと言ってみます。風に吹かれて歩きさまよい、たどり着く先はいつこか、風を背に受け揺れる心に青い空が青い海が浮かぶ。あの日から泣き始めた、いつも風に吹かれてあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ言ってきますけど、私を知ってる人はですね、今日どきおったろかんわらって言ったらですね、昨日は言葉仙台市におりました、はい、その前ですね、あっちこっちやってるんで、僕はどっか3人4人かいるんじゃないかというふうにですね、思ってる方がいらっしゃるんですね。一応今日は1号が来てますけど、一応ですね、1号来てますね。あの2号3号が本当はいるのかもしれません。とりあえず真相はどうでしょうか、はい、もしかしたら双子かもしれませんしね。持ち時間がですね、一応限られてますので、いつもだと喋って喋って喋りまくります。で一生懸命歌うんですけど、喋るのも一生懸命喋って、まあいつの間にかですね、もう尺が短くなって、あゴロイと一曲しか歌わなかったこともございます。でどうですか、僕の喋りが聞きたい、歌が聞きたい、歌喋りと聞いておるね。はい、ではまたちょっと川で来て、まだ南高鉄道ですね。しげて微笑む君の
小説のアフレーズ旅立つ思いでしたね。今日はですねメンバー紹介します。私フーライボトシと申しますけど、もう一人ですねちょっと下骨ちょっとハモってるやつがいますよね。こんにちは。こんにちは。ひまくん分かりますか。はははこんにちはって後ろでハモってでしょ。これフーちゃんと申しますけどね、足元にフーちゃんがいます。はい名前をつけます。尺があとどのくらいいけ。タイムキーパーまあ大丈夫かな。ですね、非常にここに立ってると暑いです。暑いですね。はい、では5分なので、今日はですねいつもと違う曲で終わるかな。タロカンサーの歌は歌いません。今日はねライラライという歌で締めたいと思います街に吹く風は
ですね、アリスのチャンピオンが僕は好きでよく歌うんですけど、ライラライライライでしょ、あれをね、あれを歌いたかったわけ、だからライラライというので作ったわけですね。ね、お母さんね、ありがとうございます。はい、でね、僕はそれも最後と思ったのに、なんか今この10分ちきたもんだから、あと1曲歌わないもんだったな。はい、尺がですね、頭に入ってないもんですからですね、すいません。それでは皆さん、お待ちかねの田んぼの歌を聞きたいと思います。私、紀北町という大隅半島ですねの紀北町というところで生まれ育ちまして、田んぼをですね作ってるんですよ、お米をね。で、風来坊前なるものですね、日の光ですけど、日の光ね、はい、伊佐西にあるでしょ、日の光だからね、品種はね。それに風来坊という名前を、風来坊前というのを作っておりましてね、お母さんね、買わんな、来年買いますか、予約は受け付けますよ、はい、でよろしく。風来坊ものですね、有機米ですから、有機肥料ですね。では、その噂の田の観察和田奥田の観察というですね、どうですか、和田奥というのは枕崎のあの言葉じゃなくて、枕崎の人いますか、和田奥と聞きますね、和田奥、日本人のね持ってる技術とか伝統とか芸能ですね、全て総称して和田奥という、そのですね、まあ、チャンスレさんというですね、変なおじさんがですねおりまして、その変なおじさんから、お前歌を作ってきなさいと言われて作ったのがこの歌です。聞いてください、和田奥田の観察の歌。
け継がれ年月を重ねてきた力命から永遠の命へ山よ海よ空よ大地よ私たちの技を人間の持つ力の全てを輝かせてくれ三味を引きずり叩いて踊り笑い歌っていつの時代もそこにあの神の微笑み歩まぬ歩み歩まぬ営みを見守っている早いものガチです。はい。あります。あと